私はバイはバイオレンスのバイさ。本当にバイさん、私も本当に大好きな、方でいらっしゃるので、またこうやってアニメで、演じさせていただくことがとても嬉しくて、でゲームの時は私はバイはバイオレンスのバイさ。でこういう方なんですけど、その恐縮です。本当にこう好戦的なところが一番こうなんていうかクローズアップしてくださって、そのこともとっても魅力の一つであると思うんですけれども、アニメになるとどうしてそういった、面が、バイさんの心の中にあるのかっていうところが、大変な苦悩と葛藤と、そして15歳のまず第1話で登場される時から、本当にもう女の子が一人で背負い切れるようなことではないことをたくさん判断しなくてはいけなくて、その、本当におつらいところがたくさんあるので、そういうこう生き様、それから背景を、大人になってからも演じさせていただくことができて本当に嬉しいですし、そんなとんでもございません。素晴らしかった。以前にご共演させていただいて、本当に素敵な機会いただいてたんですけれども、その時すみれちゃんがとっても可愛い、女の子の方を演じてらっしゃって、でなんかもうこう守ってあげたいって勝手に思うような気持ちがあったんですが、役柄としてはそういうことではなかったので、今回本当にありがたいことにお姉さんとして、本当に最愛の妹をすみれちゃん演じる、そのジンクさんをお守りするために、そして仲間たちを守るために、自分の気持ちとそれから肉体を鍛えて、そういう機会をいただけたので本当に嬉しいですし、はい、すみれちゃんが演じてらっしゃるジンクさん本当に素敵な方なので、そういうふうに私もバイさんとして気持ちを重ねて、精一杯全力で戦わせていただいています。表情の一つ一つ、例えば目ですとか口元の、こう本当にすごく繊細な部分まで、大切に作っていただいていて、思わずアフレコの時に私も同じ表情や口にもうさせていただける、自然とそういう風に引っ張っていっていただいて、そしてアクションシーンの時に例えばヒップホップですとか素晴らしい音楽が、そのこうアクションにこうぴったりそれをこう彩って増長させてくださる、でこちらがこう燃えてくるようなものすごい演出をしていただいていて、でそういう中で私どももそのキャラクターのことをまたさらに一緒に深く考えさせていただく、そういうきっかけを映像からもいただいていると思っております。